オンブラ川は、クロアチアのドゥブロブニク北東にある短い川。その流路は、おおむね30メートルで、ドゥブロブニクネレトバ軍のコマラックで、アドリア海のリエカドゥブロバチュカ湾に注いでいる。リエカドゥブロバチュカ湾は、リア、つまり、海面の上昇により水没したオボレダニである。この川の源泉は、カルスト地形の優先であり、そこから湧き出る、地下水は、オンブラ川の後輩地である、 ポポボ平野を流れる新流河川であるトレビスニカ川から供給されている。川の源泉と河口の高度差は2メートルをわずかに上回るに過ぎない。平均流量は毎秒24.1立方メートルである。オンブラ川の流域はわずかな表面流路の周辺域だけでなく地下水流域を含めると600平方キロメートルに及ぶ。オンブラ川はドゥブロブニクにおける 上水道の水源となっているほか、20年以上前から水力発電所の建設が計画されている。2012年時点で地下貯水池と68メガワットの発電プラントを建設予定である。この計画は、環境保護と生物多様性維持、技術的実現可能性、再産性、手続き上の問題で不信を呼び論争の的となっている。 特に焦点となっている問題は地下貯水地が地震の原因となる可能性についてであった。オンブラ川の流路はドゥブロブニクネレトワ郡にあり、クロアチア本土の南端にある都市ドゥブロブニクの北東に位置する。川の周辺地域はディエカドゥブロバチュカとして知られ、オンブラ川の近くに複数の村が存在し、約1万2000人が居住している。この地域名は、 オンブラ川が流れ込む周囲を標高600メートルの丘陵に囲まれた全長5キロメートルで幅400メートル、水深26メートルのアドリア海につながるリアス式の湾の名称でもある。オンブラ川の源泉は標高422メートルのゴーリア坊府、仮面山海のふもとにあり、この地形がクロアチアとボスニアヘルツェゴビナとの国境を成している。 川の源泉は8040メートルの洞窟となっており、水面から天井までの高さは8メートルである。湧水量が最大の有線は標高15メートルに位置し、2番目の有線は標高2.5メートルにある。この有線はクロアチアで最大規模のカルスト線であり、ディナルアルプス山脈においても同様である。洞窟内における水面の標高は2.38メートルである。 オンブラ川の水がアドリア海に注ぎ込むところにある石までの長さは、おおむね30メートルしかなく、これが世界最短の川であるという主張の根拠となっている。オンブラ川の流域は、少なくとも600平方キロメートルに及び、ドゥブロブニク地域のアドリア海の沿岸とポポボ平野の間の領域を含めると、900平方キロメートルに至る。川の短い流れを除き、流域は、 地下水脈に限られる。流域の正確な境界は、地下水の浸透と流動を決定する、様々な水分学的条件の優劣によって変化する。この領域には、居住地が176カ所あり、約5万人の住民がいる。この地域は、カルスト地形をなし、基板岩の大半が石灰岩で、ドロマイトと第四期の堆積岩が、比較的狭い範囲に分布する。 死神魚のフリッシュが淡水域の南西圏を形成して、地下水脈の流れをオンブラ側の源泉へと導いている。この基盤岩は、アドリア海の炭酸塩プラットフォームとして、三上期のノリアン期から後期白亜紀にかけて堆積した一連の分厚い炭酸塩岩からなり、その厚さ8000メートルに及ぶ。死神魚及び前期前進魚において、 アドリア海プレートが北よび北東へ移動してディナルアルプス山脈を隆起させアルプス造山運動に寄与した流域のカルスト地形は露出した炭酸塩岩プラットフォームの風化により発達したカルスト地形化が大規模に始まったのは前進予から中心予にかけて生じたディナルアルプス山脈における最後の隆起活動の後でそれにより炭酸塩岩が 大気中に露出したことによる。これは最終表記の最盛期に生じており、海面は現在よりも120メートル低かった。カルスト構造の一部は海面低下の初期段階、特にメッシニアン塩分危機の最中に形成されている。フムとオンブラ側の間にある断層のようなこの地域の地理的構造は、淡水域における最近の地殻変動を示している。 周辺地域で近年発生した強い地震は1979年のモンテネグロ地震でマグニチュード7.0だった。直近の地域における強い歴史地震は1667年のドゥブロブニク地震が唯一で、この際は津波も発生している。流域及びポポボ平野における水文学的形式はポリエから地中に消えてしまう侵入河川である。 トレビスニカ川が決め手を有している。この地下水は数多くの優先へと流れていく。その一部はポリエの北西にあるネレトバ川の支流の源泉となり、あるいはカルスト線として表出し、そしてオンブラ川の源泉となるものもあるわけである。オンブラ川の流量はコマラックの取水施設で計測されており、毎秒3.96から104立方メートルの幅で変化し、 平均毎秒24.1立方メートルである。トレビスニカ水力発電所の完成と、トレビスニカ川底のコンクリート化が進んだ結果、平均流量は毎秒約10立方メートル減少している。一方、最低流量は河川回収の影響を受けていない。淡水域は2つの気候帯に区分される。標高400以下の領域が地中海性気候で、 それ以外が大陸性気候だ。年平均降水量は気候帯によって異なり、沿岸部のドゥブロブニクでは1238ミ、mm、リメートルで、ポポボ平野のフムでは2037ミ、mm、リメートルである。リエカ・ドゥブロバチカ湾、オンブラ川が注ぎ込むリアス式の湾2012年現在、オンブラ川はドゥブロブニク市場水道の水源として利用されている。コマラックの取水施設では、 毎秒560リットルが組み上げられている。オンブラ川がドゥブロブニク市の水道に利用され始めたのは1897年に遡り川に設置された組み上げ用水車の所有者と市当局が最初に契約した際の取水量は1日あたり960立方メートルだった。年に3から5回ほど多量の洪水が起きて4、5日過ぎてから川の水に含まれる。 冬流市場物質の割合が増加し、濁った状況となる。オンブラ川水力発電所建設計画に伴い、取水施設をより標高の高い位置への移設が提案されている。現状の計画では、標高55メートルの位置に新規取水施設が建設される予定である。この変更により、水道水の水質が向上し、供給能力も 毎秒1500リットルへの増強が見込まれている。上水道を流れる平均水量は月によって変化し、夏季の旅行シーズンにピークを迎える。2008年を通した、オンブラ川からの日、平均取水量は17,750立方メートルだったが、2008年8月には日、平均取水量が23,419立方メートルに達している。 オンブラ川では水力発電所建設計画が進行中で、それによると海面下250メートルから標高135メートルにまで及ぶグラウトカーテンとコンクリートブロックで遮蔽された地下貯水池を建設し、その中にオンブラ川源泉の水を引き入れて発電に利用する予定である。この計画では、 全長3063メートルのバイリーナ洞窟が入り口から7メートル下のレベルまで湧水により水没することになっている。この発電所の設計上の発電能力は68メガワットである。この建設計画に対し2011年11月22日に欧州復興開発銀行を通した1億2320万ユーロの融資が承認された。 計画の総費用は1億5240万ユーロと見積もられている。欧州連合の生息地指令に従い、EBRD から融資を受ける前に、さらなる環境アセスメントと生物多様性保全計画の策定が必要である。この文書では、必要とされる可能性のある、あらゆる緩和措置や保償事業を規定しておく必要がある。 ゴリア防フ仮面山階のふもとから流れ出るオンブラ川。大雨の後には山の上にさらなる湧水が形成され溢れ出てくる。環境保護 NGO により7種のコウモリが脅威にさらされることが公表され、開発計画に対し批判の火蓋が切られた。続いて NGO は、計画が不法かつ環境を危機に陥れ、財政的に不健全で、 技術的実現性にも乏しいと主張を繰り広げた。建設計画の環境アセスメントは1999年に実施されているが、クロアチアの放棄ではアセスメントの実施から2年を超えることを認めていないため、計画の合法性に異論が出されることとなった。バイリーな洞窟の水没が環境上の懸念事項として取り上げられ、また財政上の問題についても、 ハーバツかアレクトロプリベレダが別の建設計画で予算超過を引き起こしており、その点がやり玉に挙げられた。技術面で指摘された事項の一つとして、地下水による地震の発生が危惧されている。計画反対派は、クロアチア首相へ発電所の建設を取りやめるよう、陳情した。2011年の議会選挙の後、 先立って建設計画への反対を表明していたミレラ・ホリーが環境・自然保護省の大臣に指名された。2012年、当省は当該環境アセスメントに対する再調査を4、期間に依頼した。その結果、1つがアセスメントを支持し、3つが反省を上げて否定した。この調査結果は、ホリーが辞職した翌日の2012年6月7日に、 内閣へ提出された。環境アセスメントの起草者から調査結果が未公表で調査機会も否得されていることを挙げて反対の声が上がった。ゾラン・ミラノビッチ首相は1990年代初頭から検案とされている問題に対して判断を下す前にクロアチア国内のみならずヨーロッパ、果ては世界全体から専門家の意見を求めたかったと述べている。 2013年5月、欧州復興開発銀行は、環境問題の懸念から有志の承認を取り消した。古典古代において、オンブラ川は、現在のヘルツェゴビナ地域を沿岸まで現れては、消えることを繰り返すアリオン川の一部とみなされていた。これは、ニセスキュラクスのペリプルスに記載されており、この川の名称として最後に当たる。 カワナの語源として、最も有望と考えられているのは、ラテン語のビンやら、もしくは川がかつて、ザクルミアに属していたことによる、ハンブラである。他に、カワナが、水のある穴おそらくは、井戸を意味するスラブ語派の単語、ウバをもしくはブラに由来するという説もある。16世紀以降、この川はアンラもしくはアンブラ、あるいは、リカやリエカ、リセナ、リエカ等、川と解釈可能な、 様々な名称で呼ばれるようになった。19世紀には明らかに古典時代のアリオンから由来するオリオンという名称が使われている。オンブラという単語はアルバニア語で甘い水を意味する。ありがとうございます。